かなる核兵器使用も正当化できないと日米共同声明を出した岸田氏は正当化できない。週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。こんばんは、アシスタントの吉田直です。やっぱり日本のね、命運っていうのはこれ、まあ総理大臣の差配って、まあ当たり前ですけど、むちゃくちゃ大事なんですよね。なんだけど、まあ最近岸田さんに対する批判っていうのはすっごい大きくなってますよね。これラジオのリスナーからもね、はい、いろいろとメッセージいただいてるので、ちょっと一部ご紹介いただけますか。はい、東京都大田区にお住まいの磨き猫さんです。防衛増税についての放送を聞き、岸田総理の無能さに怒りに震えました。総理は我々国民のためになる減税や経済政策はせず、国民を苦しめる増税だけは早々と決めるとは許せませんと怒りマークしてましたね。そう思いますよね。だって少子化対策やるだとか経済を立て直すとかって言って、増税することだけすぐ決めるって、だから怒る人増えるのも当然ですよね。でもう一ついただいてるので、もう一つご紹介いただけますか。はい、三重県のユッキーさんから。編集長の減税論をお聞きしていると、減税すれば今の日本の悩みの8割くらいは解消できると思うのですが、政府はなんでやらないんでしょうか。いやー、もうメッセージありがとうございます。これ本当不思議ですよね。私も不思議です、まあ簡単に言うと、まあ緊縮が正しい、減税したらやばい、借金増やしたらあかんねやと思ってるんですけど、借金増やしたらあかんと思ってケチればケチるほど財政は、経済が悪くなるから財政はどんどん悪くなっていくっていう悪循環に陥ってるんですけど、って分かってないですよね。だから一言で言うと、愚かしさが、まあ、最大の理由になるんでしょうね。あるいは日本経済を立て直したいと口では言ってても、心の底では何にもそんなことも出ない、なんか適当になんか空気で言ってることをダラダラと続けて、あ、5時だったから帰ろうみたいなことを、まあ、中央の人たちがみんなやって、あ、お土産買いに行かなみたいな、あ、お前買ってこいよみたいなことになってたら、なってでもまあこうなりますよね。だから不真面目なんかバカなのか、あるいは不真面目でバカなのか、まあその3つのうちどれかですよね。でも本当にね、なんかやっぱり今の日本変えたいって思ってても、上の人がちゃんとしてくれへんかったら、そうなんですよ、もうどうしようもないですよね。そうなんですよ。これでね、まあ僕結構経済のことを言ってきましたけど、今日はね、外交問題でもね、これちょっと岸田さん正当化できへんなっていうのがあったんでね、それをちょっとご説明、今日話したいなと思ってたんですけど、はい。あのロシアのメドベージェフ元大統領っていうのがおるんですけど、はい、これがね1月の中旬ぐらいにね、なんかニュースだらーって見てたらね、なんか岸田総理を腹を切れって批判してるっていうニュース記事が出てきたんですよ。うちの総理だ、日本の総理大臣に腹を切れってどういうことやと思って、ちょっとなんか何やと思って無然としながら読んだんですけど、あ、これはしょうがないわみたいな、これはちょっとやばい、岸田さんこれちょっとやばい、そらようないな。そんな内容だったんですか。があったんですよ。今日はね、はい、まあ、その話をしようかなと思います。はい。聞けばアメリカによる広島長崎原爆投下問題に関する国際常識がよくわかる30分。午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。さあお送りしています、週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは、いかなる核兵器使用も正当化できないと日米共同声明を出した岸田氏は正当化できない。ちょっと複雑なタイトルなんでね、分かりづらい話かもしれないんですけど、これはねめちゃくちゃ大事な話で、岸田さん本当この人恥知らずやなと、ほんま恥ずかしい人だなと思った
という話なんですけどね。これもともとね、メドベージェフっていうロシアの元大統領が、岸田さんを批判したと、うん。腹を切れと言ったと。なんで腹を切れと言ったかというと、岸田さんが、アメリカに行ってバイデン大統領といろいろ話をして、まあ共同声明を出したんですよ。で、当然ながらその中に、ロシアの批判っていうのが入るんですよ。まあこれはね、まあ日米同盟、まあ軍事同盟ですから、まあ事実上アメリカは代理戦争のような格好でロシアと戦っているので、うん、まあ日本もこれロシアにまあある程度共同声明出す以上は一定の攻撃的な、まあ、批判っていうのが必要にもなってくる。これはわかるんですけど、その中の一つにね、こういうのがあったんですよ。ロシアによるウクライナでのいかなる核兵器の使用も人類に対する敵対行為であり、決して正当化されないっていう文言が日米共同声明で出されたんですよ。うんうん、普通の人はこれ見ても、まあそうか、まあそらそうやわなって思うかもしれませんけど、僕らからしたら、いや、ふざけるなと思うんです。うんうんうん、何でかパッとわかります、うん、ちょっと、ハテナです。ちょっとわかんないですよ。だからね、はい、普通の方はね、ふっとわからないかもしれませんけど、僕らはふざけるな、お前。って思うんです。これ、なんでかって言ったらね、うん、これ、まあ、メドベージェフは、とてつもない恥だと。コメントすらできないぐらいの妄想だと。もうとてつもない恥だと。まあこれ、まあもちろんね、メドベージェフは、ロシアの核使用を正当化したいから、日本とアメリカを批判するっていうのは、それも当たり前なんですよ。それはまあそうなんですけど、言ってる内容はね、極めて正当なんですよ。だからそういう批判されたらちょっと偶の音も出ないぐらいの批判で。な、うんでかって言ったらね、アメリカに日本は核落とされてるじゃないですか。うん、落とされてます。で、合計20万ぐらい殺されとるじゃないですか。うん、あれ、誰が悪いかって言ったらアメリカが悪いんですよ。うんうん、で、そのアメリカ人と日本の首相が、いかなる核兵器の使用も人類に対する敵対行為だって言ったんですよ。うん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 。いや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 、そしたらアメリカは人類に対する敵対行為してるってことやないかと。ほんまや。しかも、決して正当化されないって言ったんですよ。うん。岸田バイデンが。ってことは岸田は、バイデンに、お前は絶対正当化できないって言う義務が出てくるんですよ。これを言うんだったら。そうですよね。ほんまや。それを言いませんと、うん、いけしゃーしゃーと。いかなる核兵器の使用も人類に対する敵対行為であり、決して正当化されないのじゃ。アメリカに言って、その上でロシアに言うんだったらわかる、うん。でもね、アメリカに何にも言わないでですよ。ヘラヘラしながら。アメリカと一緒にこれ言おうと、わかりました。言うてみましょう。今アメリカさん、ロシアさんと戦ってありますからね。うん。じゃあ僕もそれ共同声明で言わせていただきます。恥を知れ、うん、自分たちの国がされたことをね。そうですよ。忘れとるんですよ。うん、これがね、一般の方はね、パッてわからないってもうしょうがないと思う。だってもう忘れてるからみんな。で僕らはやっぱり、覚えてますから。うんうんうん、それは。でね、しかも総理大臣でしょ絶対忘れたらわかんないんですよ。だって、70年前、80年前の広島、長崎の方々も、我々の大切な日本国民ですよ。残念ながら亡くなったけど、しかも、今来てらっしゃる多くの広島、長崎の人たちの、お父さんであり、お母さんであり、祖父であり、祖母じゃないですか。うん、僕には意味わからない。と、僕は率直に思った。で、メドベージェフが言ってるのはこうなんですよ。とてつもない恥で、コメントすらできない妄想だと。うんうん、いう日なんです。そうですね。本当そう思う、うん。で、さらにね、こういうことも言われてるんですよ。広島と長崎で核の炎に焼かれた日本人の記憶を裏切った。まあ、そう言われてもしょうがないですよね。うん、で、さらに、岸田首相は、自らがアメリカ人のためのサービス係に過ぎないことを示した。最初僕、無然としながらなんで、メドベージェフにそんな腹切れって言われなあかんねんと、日本の総理大臣があって、記事読んだら、あ、ほんまやな。で、僕は恥ずかしかった。それは、メドベージェフが言う前に、我々が岸田総理に言うべき言葉なんですよ。どういうつもりやと。アメリカに言ってから言えよ、それ言うんやったらと。筋が通らんやろ、と。これ、いろんなね、ツッコミがあってね。だから、まず一つは、おい、岸田さんと。それを言うんやったらアメリカに言ってからしろよっていうのが一つですよね。うん、で、二つ目が、それが言えないっていうことは、結局アメリカの奴隷やからってことを認めてるっていうことやなと。
この二つはロシアが言ってるのとまあ同じですけど、三つ目。っていうか、広島、長崎の人々を核で殺す奴がいても、そいつは人類の敵じゃねえって言ってるっていうことになってんの、お前分かってるかと。うん。ってことは、広島、長崎の人々は核で殺されても当然だって言っているのかと。っていうか、言ってることになってるやないかと。うんうんうん。で、そしたらもう激烈な人は岸田さんに対して腹切って詫びなさいという人がいても、日本人からしても、いや、これ不思議じゃないと思いますよね。メドベージェフが言ってるのはね、これね、理屈上正しいんですよ。なんか本当に、ね、だからロシアに対して結構ちょっとダメなことしてますよね、うん、岸田さん。いろいろ。だからね、もちろん、あの、日米同盟からしてね、あの、ロシアを批判する声明を出さないといけないし、で、当然ながら核使用は絶対許さんと、被爆国として言うべきだと思うし。唯一ですし、ね。うん。で、それは言うべきだし、言わねばならないと思うんだけど、日米共同声明で言っちゃいかんのですよ。僕が総理大臣だったら、あるいは僕が総理大臣の内閣官房参与だったら、岸田さん、これは、いや、共同声明で核使うなっていう話、向こう持ちかけてるみたいですけど、これは絶対やっちゃダメですよと。で、アメリカにちゃんと、我々はあなたたちに核を撃たれた国民だから、あなたたちとこの共同声明を出すんだったら、私はこの言葉を言う前に、アメリカを我々日本人は永遠に許さないと言わなければならなくなるんですと。で、それは私は決して言いたくないから、それを言わざるを得なくなるような、こういう共同声明の文言は、やめときましょうと。ただ我々は絶対にロシアの核兵器使用は許さないですから、被爆国として。だからこそ共同声明が終わった直後に日本政府からのスピーチとして、徹底的に唯一の被爆国としてロシアの核兵器を絶対許さないと声明を出しますからと。そして日米同盟を強固にしながら、ロシア、そしてあるいは自由と民主主義を脅かす、そういういかなる暴君に対しても我々は徹底的に抗うんだと声明を出しますよと、うん、いいですよね、バイデンさんって言って、え、ダメだよ、お前俺の射程なんだからさ、ちゃんと共同声明しろよとアメリカ人は絶対言わない。なぜならば理性があるから。で、しかも怖いから、こっちが、うんうんうん、これここどういう風に怖いかって言ったら、お前俺に核撃ったっちゅうの忘れたんか、お前俺忘れてへんぞと。今は許してるけども、お前そこまでコケにされたら、わしそのうちをほんま知らんぞお前、というね、うん、ある種の緊張感を外交では持たなければならないんですよ、うん、でね、向こうはね、やっぱ核落としたことに対するね、引け目がね、めちゃくちゃあるんです。それがね、ある種のね、日米外交におけるね、重要な要素の一個なんですよ。日本人にプライドがあればこの論理にたどり着くけれども、岸田さんにね、あまりにも日本人としてのプライドがない。今日はあまりにも激烈なコメントをしましたので、ソフトな柔らかいプライドの曲をお届けしましょう。今井美希でプライド。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。今井美希でプライドをお届けしました、うん、これ1996年の12枚目のシングルでね、僕ね、学生の頃今井美希がね、大好きだったんですよ。声がね、ほんとね、僕この方の声のトーンが好きでね。で、その今井美希さんの中でも最大のヒット曲がこのプライドで、この時からなんですかね、布袋寅泰がプロデューサーで入って、作詞作曲編曲でギター演奏も全部これやってるっていう曲なんですけどね。これは知ってますよね、この曲ね、うん、はい、すごい有名な曲で、まあ、前カラオケ行った時もこれ僕歌ってたかもしれないですね。いい曲、うん、これね、うん、うん、で、これね、あの、どんな曲かっていうと、まあ、不倫の曲なんですこれはあなたを思うとただ切なくて、涙を流しては星に願いを、月に祈りを捧げるためだけに生きてきた、だけど今はあなたへの愛こそが私のプライド、うんうん、で、非常に辛い不倫されてるんですよ。あなたは私に自由と孤独を教えてくれた人、夜が来るたびに無口になって震える肩を抱きしめていた。まあ、だから恋愛の自由と孤独ですよね、これを教えてくれた。
で夜が来るたびに一人の夜の時にはもう無口になってしまって自分の震える肩を自分で抱きしめてたっていうことを言ってるんですよね。だけど今はあなたへの愛こそが私のプライドだっていう、まあ一回自分の心を殺して、うん、いやでもそれが私のプライドやと、一人の男性を愛してるっていうことをそんなことでも人としてのプライドになり得るっていうふうに思おうとされて、そう毅然と生きていこうとされてるっていう歌なんですよね、うん、で、まあうん、まあこれ、まあ、その歌詞がどこまで影響したのかわかんないですけどすごく大ヒットして、だからまあプライドのあり方って人それぞれだから、まあまあこういうこともあるのかもねと、まあ別にそういうのも全肯定してるわけじゃないけども、まあ、そういうこともあるのかなーって、まあなんかなかなか悲しい人間の心の悲しさとかっていうのもありますけど、まあ逆にさらに逆に言うと、まあプライドの大切さっていうか、だってプライドないやんけお前、ないやんお前、好きな人に疲れてるだけやんけお前って人から言われるかもしれなくても、いや違う、私はそういうのじゃない、本当に私は愛してるからこそあの人と一緒にいるんだ、それは私のプライドなんだ、むしろそれが私のプライドなんだっていうね、っていうことだと思うんですよ。お前ねって言われることがあることを前提にしたプライドっていう曲なんだと僕は思うんですね。それぐらいやっぱりこのプライドをなくすとね、人は人として生きていけない。でも本当にね、岸田さんにどんだけのプライドがあるのか、僕これもう今回のこのニュースで僕はもうちょっとわからんなぁと。で、もしね、彼に全然プライドがないとしたらね、それ全部辻褄が合うんですよ。だってプライドがなかったら嘘ついても何も恥ずかしくないじゃないですか。プライドがないっていうのは恥知らずってことなんですよ。恥ずかしいと思わないっていうことだから。だから恥知らずだから嘘もつけるし、所得倍増つっていうのやめたり、新しい資本主義つってやめたり、公益資本主義やるべきだつって俺も引っ込めたり、分配重視だとか、異次元の少子化対策だつって全部嘘ついてても何にも恥ずかしくない。うん、だからね、この広島長崎の方を僕は侮辱してると感じるわけですけどね。そんなことしても何とも思わない。というのと、今までいろんな嘘ついてるっていうのと、なんかとてもね、同じだなぁと、僕には思いましたけど、皆さんどう感じられましたですかね。週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。KBS 京都からお送りしています。では、そろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。うん、うん、本当にね、うん、まあ、人はプライドを失ったらいけないっていうところが、まあ今日のポイントでね。それさえ忘れてなければね、この広島長崎の話もね、すぐわかるはずなんですよね。我々は彼らが殺されたことを決して、それでよかったんだなんて、お首にも思ってはいけないし、うん、そう思ってるかのようなことにつながるような振る舞いも決してしてはいけない。僕は岸田さんそれをやった。というようにしか僕は見えない。しかも岸田さんがというか日本国政府が外務省も含めて国を挙げてやっちゃったっていうのはね、本当に僕は一国民として悔しいなと思いますね。そして表現者クライテリオンの最新号が今週の15日に発売になりますよね、うんうんうん、そうなんですよ、はい、ぜひねこれ読んでもらいたいなと思うのは、今日の話もちょっと関係するんですけどね、はい、今回はね、あの SDGsAI 批判除雪って言ってね、はい、SDGs ってあるじゃないですか、持続可能な目標とかって、うん、AI って人工知能とかなんかやたらとそういうスローガンなんか最近よく聞くじゃないですか、はい、でそれがねもういかに愚かなことで薄っぺらいことか、スローガンに群がるぐっていう、まあ、批判をしてるんですけど、これぜひね、 SDGs ってもう嘘まみれ欺瞞だらけだし、 AI だってもう嘘800いっぱいあるんですよ。それをね、あのどこまで有益でどっから嘘話なんかってちゃんと分かってもらいたいなっていうので、まあ、この特集組むんですけどね、それとともにね、それを通してね、空気とかスローガンとかそんなもので流されて考えるようなことをやってるのは振る舞ったりするの本当やめてくれっていうことを、まあ、この特集してるわけですけど、まあ、今日の話も結局ね、まあ、ロシアと戦ってるアメリカは僕たちの同盟国なんだから、そして核を使うのはダメなんだから許されないって批判しちゃおうって岸田さんは空気だけでノリだけでスローガンだけで決めちゃったわけじゃないですか。だからね、空気で考えるとこういうね、本当に恥ずかしいこともしてしまうし、とんでもない間違いをしてしまうんだっていうことを、まあ、改めて理解してもらいたいなと思って、スローガンに群がるグッっていうサブタイトルをつけてるんですね、うんうんうん、ぜひねちゃんとしっかり考えて対策してもらいたいなと思います。いろんなことは
書店あるいはインターネットからぜひご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。